オスプレイは、アメリカ海軍が、第二次世界大戦中に建造したワイムズ -135 級特務機動総改定の一隻。その名はミサゴにちなむ。1943年9月9日、オレゴン州アストリアのアストリア海上工事者にて、ワイムズ -422 として寄港され、1944年6月1日に、チャールズ・ S ・ス・ハーパー・ジュニア夫人に停止変更され、 丁名をオスプレイと改める。朝鮮戦争勃発後の1950年7月14日、オスプレイは第一機兵士団の上陸に先駆けて歩行までの回路の事前総会を行った。9月15日、新川上陸作戦の際に艦砲射撃を行う戦艦ミズーリのために周辺の総会を行った。10月には元山沖の総会活動に従事し、 この際に両邸2隻が食らいし沈没している。翌年にも同じく、元山沖の総会活動に従事したが、北朝鮮側の砲撃3発を受けて、日本への一時撤退を余儀なくされた。修理の後、1953年7月27日の休戦まで、朝鮮半島周辺での総会活動及び警備に参加する。終戦までにオスプレイが所属した。 総会体は、数多くの総会記録を称えられた数の、舞台報奨などを授与されている。1955年2月7日、オスプレイは旧式沿岸総会体に停止変更され、定名を MSC と改める。1955年3月22日、日本政府に対与され海上自衛隊の宇治、島型総会体薬島として収益し、佐世保地方隊に配属された。 定名は、薬島から由来し、この名を受け継いだ、日本の官邸としては、旧海軍のウグルが高い防寒、薬に続き二代目にあたる。1955年4月16日、佐世保地方隊、第11総海隊に配属。1955年6月16日、第1総海隊軍第11総海隊に配属。1956年1月16日、 1> 第1総会隊軍第21総会隊に配属。1957年3月1日、第1総会隊軍第11総会隊に配属。1957年9月1日、MSC-658 の記号番号を付与される。1961年3月1日、舞鶴地方隊第11総会隊に配属。 1966年3月31日から練習戦に種別変更し、看板号をアイットマイナス10と改める。1969年6月15日、日米双方の合意の下で退役が決定し、米海軍艦赤母からその名が削除された。官名は、千島が多層海底、薬島に引き継がれた。第二次世界大戦中、 ワイムズ -422 は2個の戦闘聖章を受賞している。また、朝鮮戦争中には、AMS-28 として10個の戦闘聖章を受賞した。ありがとうございます。